よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また、メタミューズから、ゾックに戻るってことで。戻り、みたいですね。はい。戻りみたいです。戻ります。まあ、戻ることの心境と、まあ、1年半ぐらいのメタミューズの活動を振り返るというような内容になるんですけど。うん。また名前戻すって聞いたのは、ちょうど、ツアー中、ミューマッパサマーパフェツアー中に、セコさんがわざわざ遠征先に来てくれて、何事だろうって、普通にライブ見に来てくれたんかな、みたいな気持ちで、頑張ろうとか思ってたら、名前をまだ改名しようと思ってて、ゾックって言うんですけど、って言われて、普通にびっくりしました。その辺にあったキャリーケース、つまずいて転びました。びっくりして。それはなんか喜びでも、やだでもなく、もう純粋な驚き。それは予想してなかったと思って。戻るなんてあるんだっていう。あるんだ。あるかって思いました。まあ、最初はびっくりだと思うんですけど、それがどう心の中で変化していかれた？そうですね。結構まあ、なんか手放しにめっちゃ嬉しいとやっぱ思わなくって、それは私はそれはもちろんメタミューズになるときに結構な、まあ、覚悟が必要なことだったりしたこともあったので、まあ、今このメタミューズっていう名前を持って活動をしてきたから、ここからまた新しいゾックに舵を切るってなって、それはすごく勇気いることだなってすごい思ってて、メンバーもうまた新しい覚悟を、今まで持ってたものを全部背負って、また新しい覚悟も一緒に次に進んでいかないといけない段階になったなっていうふうに思ってるので、すごい身が引き締まる思いです。でも、まあ、嬉しいです。最終的にはやっぱ嬉しいかな。やっぱ今まで私手放したとは思ってなくて、ゾックっていう名前からメタミューズに改名をしても、私の大事にしたいものは変わらないっていうふうに前回お話をして、まあ変わらない心と変わっていく形の中で、それをどうやって自分の中で大事に持ち続けて活動していくかっていうところをすごく大事にしてたので、まあ根本的なところはやっぱり変わらないっていうのもあるけど、でもまた一回改名したところからもう一度っていうところの舵の切り方を今回はするから、もう今まで以上のものをやっぱ持って次に進まないといけないっていう気持ちがあるから、緊張します。あ、なるほど。ちょっと嬉しい。でも緊張します。そこもうパワーアップしてる前提みたいな気持ちですか？そうですね。でもなんかやっぱり始まって活動今5周年になったんですけど、始まってからずっとやっぱ大事にしてた名前にまた自分のことをゾックの藍染めからで、また言えることはすごい嬉しいなって思いますね。なくさなくていいんだって思えるし、何も。やっぱりメタミューズになったからといって、今までのことをなかったことには一回もしたことはないけれど、やっぱメタミューズの藍染めカレンとしてどういうふうに振る舞っていこうっていうふうにやっぱ考え方をシフトしてた部分もあったので、それも、メタミューズの藍染めカレンも、以前のゾックの藍染めカレンも、全部内包した藍染めカレンで、また皆さんの前に立てるなっていうふうに思ってます。そう、カメラさんだから、レコーディングの時に、この曲はこういう自分を連れてこうかな、みたいなのが、まあ。で、間違ってて、その人書いてくださいって。よく。で、なると、メタミューズのステージに立つ藍染めカレンみたいなのを、その時は作ったんですか？だとまでは思ってないけれど、最初は結構苦戦したこともありました。今までのこの曲の感じとかともちょっと違う部分もあったりしたし、このメタミューズで作っていきたい、世の中の空気とか、そういうものはやっぱゾックとはまた方向がちょっと違う部分もあったと思ってたので、自分がゾックでやってきたことも、必要だけれど、また新しい表現の仕方も必要なんだなってメタミューズの時にすごく思ってたので、今後またゾック、新生のゾックになった時にも、メタミューズでやってきたことはなくならないだろうなって思ってます。まあ作った感覚はあんまないけど、こういう動きもできるようになった方がいいなとかやっぱありましたね。乙女の心臓とか、結構苦戦しました、最初、ダンス。結構ダンスの。種類っていう感じですか？なんか心持ちもだし、なんか結構結構私のタイプ的にもこうなりがちなんですけど、うんうん、で、それがパフォーマンスにも出やすいんですけど、うんうん、まあ、もう少し伸び伸びした心持ちで、すぐ遠くまで届けられるような動きをもっとしないといけないなって思ったりしてたんで、うん、でもなんか、ちょっとだけおおらかになった気はしないでもないですね。私自身が、なんとなく気持ちがね。あ、そうなんですか。なんか、ゾック、この部分も残ってるけど、うん、目覚めやずになってからそうじゃない部分も。あ、ちょっと視野広くなったかな。ちょっと広くなったかなって思ったり思わなかったり。どうでしょうね。あ、でもそういうのが必要な曲だったんですよね、乙女の心臓は。なんかやっぱりどうなんだろう。この、一人も取りこぼさないという気持ちをもっと強く持たないといけないなっていうふうに。うん、名前が変わっても、姿が変わっても、ここに、見続けることを表していかないといけないっていうふうにすごく思ってた。うん、今もすごく大事な曲ですし、これからも大事に歌っていきたいと思ってます。うん、あとその4人編成っていうライブも発生しましたよね。うん、はい、そうですね。メタミューズミューがメタミューズになってから動き出したんで、うん、ティフとかでお披露目をさせてもらって、聖子ちゃんとリコちゃんがいない4人でのパフォーマンスを結構いろんなフェスだったりとか、うん、まあそれでミューのツアーも2回やらせてもらったかな、メタミューズでは。それはやってみてどうでしたか？最初は本当に難しかったですね。結構その1回目のツアーとかはもう本当にどうやって、今までこの聖子ちゃんとかリコがいるパフォーマンスをずっとやってきて、この2人がそのやっていきたいこととか、2人が世の中に届けていきたいことを間近で見て、自分も一緒に拡散をさせてもらうっていう、その活動の仕方をずっとしてきてたので、2人が完全にいない状態を完成させてパフォーマンスをしていくっていうことがまあなかったんですよ。うん、もうその今までもこう今日はお休みとか、その今日はこの5人でとか4人でとかあったりしたんですけど、完全にもう新しい別物として活動させてもらうことっていうのはやっぱりなかったから、すごいプレッシャーだったし、最初。なんかやっぱり私は一番長くいたのもあったりしたので、ちょっとしっかりしなきゃってやっぱり思っちゃって、結構一人で空回りがちだったんですよ。最初のツアーの時とか。でもだんだんそのね、3人がすごいやっぱ、良さがずっと一緒にいると分かってくるというか、その6人でいた時からみんなのことすごく尊敬してたけど、やっぱり4人になって、あ、この子のこういうところすごい頼れるなとか、これはこの子にしかできないなって思うところがやっぱりどんどん増えていったので、それって、増えないことも絶対あると思うんですよ。で、全員に対してそういうふうに思える側面がやっぱあったから、そのメンバーのことが大事だなって思えるし、うん、なんか4人のパフォーマンスも、その、まあなんかみやちゃんとか呼んでもらえるようになったりして、結構その本当にでも、本当今回のツアーとか、その今回のツアーの前のその何回か対話とかそのさせてもらう中で結構見つかっていった部分かな。自分のメタミューズミューとしてのこのあり方だったり、お客さんへの楽しんでもらい方だったりを分かってきたなっていうタイミングではありました。ミューにしか出せない雰囲気だったりとか、やっぱりこのメンバーの、私は結構ミューちゃんたちのその華やかさだったりとか、すごい持ち味だなってやっぱ思いますし、その6人でいる時のもう完成された状態というか、もうどこまでも目指していけるような、そのメタミューズとはまた別の楽しみ方をお客さんにしてもらえてるかなっていうふうに今思ってます。うん、これからだから、まあ今はね、裏でオーディションやってますけど、はい、新しいメンバーがまあ1人、今現状1人入る予定というふうに発表されてますけど、どうなるんでしょうね。どういう心持ちですか？いや、緊張してます。私結構前回ののどかが加入してきた時のオーディションは、二次審査とかも参加させてもらってたんですけど、今回はこの3次審査なのかな、ダンスの審査から参加になってるので、今日初めまして、皆さん初めましてっていう状態だったんですけど、すごい、なんかこの東京ピンクのオーディションに向けてすごくたくさん準備して来てくださってるんだなって感じました。そこも振りをもう、みんなちゃんと完璧に覚えてください。そうですね。覚えた状態で今日は、まあ、お披露目と、また新しい振りを入れるっていうことだったので、こっちもドキドキしちゃいました。そうか。どんなゾックになっていったらいいな、みたいな、なんか、願望ありますか？なんかみんながこういうゾックになっていいなって思ってくれてるゾックとまた違うものが見せたいなって。なんかゾックっぽいって言われるのあんま好きじゃなくて、それなんだって。ゾックっぽいってなんだろうって、結構ずっと思ってきたので、なんとなく言いたい雰囲気はわかるんですけど、そういうものを壊していける新しいゾックが作っていきたいです。やっぱなんかこの6人で活動してきた時間がすごく長くなってきたので、結構前回のオーディションよりもピリッとしてるかもしれないです、私自身。そうなんだ。引き締まった気持ちというか。結構、割と、のどかのオーディションの時とか、誰でもウェルカムみたいな。私たちのことを好きでいてくれるなんて誰でもウェルカムみたいな気持ちだったんですけど、守ってきたものが強くなってきたので、一緒に大事にしてくれる人をしっかりみんなで見つけていきたい。これから新しくゾックになってって、なんかこういうことを実現したいなとかって、なんか思い描いてることはあったりしますか？もう個人的になんかなんですけど。なんかもう具体的な目標をずっと立てないようにはしてるというか、場所の目標を作ったらそこが達成しちゃった時に次がなくなっちゃうかもしれないじゃないですか。うん、具体的な場所の目標はずっとないんですけど、まあも、こう、なんでしょうね。どうなりたいんだろう。まあでもちゃんと私たちのやってることをもう届ける準備がずっとこのメタミューズになった時間にも整えてこれだと思ってるので、もっと知ってもらえるような活動がしたいですね。まっすぐに本当に。また新しいゾックとして愛してもらえるような活動を続けていきたいと思ってます。はい。率直ですと、ゾックに今名前が戻るっていうことを聞いての、どんな気持ちですか？でも、なんか最初、メタミューズになりますって言われた時に、あんまりしっくりきてなくて、なんかコンセプトとかも、なんか説明された時に全然しっくりきてなかったから、ゾックに戻るっていうのは逆になんかやりやすい。あ、なるほどね。なんか本当の自分でできる気がする、ゾックの方が。じゃあまあ、偽りの自分だったメタミューズの時は。そう、そうなんですか。結構でもなんかどうしたらいいか分かんない。なんかコンセプトとかもまだ最近やった、あ、こういう感じかって自分なんか1年やってやっとちょっと分かってきたっていうか、ちょっとなんか理解してきたみたいな感じだったから、つかみそうでつかめなかったのがメタミューズ、自分の中で。なんかちょっといまいちなんか。なんていうの、いまいちこうメタミューズの一員ではあったけど、なんかいまいちなりきれてないのも正直なところみたいな感じだったから、なんかゾックになりますよって聖子ちゃんに戻りますよって知らなかったね。で多分みんな知らなかったけど、ゾックに戻りますよって言われた時になんか、ああ、そっちの方がいいやって。そのなんか曲とかパフォーマンスする上でなんか違いありましたか？ネタになってからとか。違い？まあでも、まあ、やれることはやってたって感じ。多分聖子ちゃんもなんかそのメタミューズに合う曲をこの1年間書いてくれたと思うけど、なんかそれをまあ自分の中で、まあ、みんなそう多分、まあ、頑張ってやろうみたいな感じの1年。なるほどね。うちはなんかそのゾックっていう名前がもう個人的にはめっちゃお気に入りだったのね。だから自己紹介の時もゾックの西ですとか、結構カッコゾックってつけたりとか自分の名前の後ろにとかしてたけど、なんかメタミューズって名前があんまりしっくりこなかったから、なんか言わなかったのね、あんまり。カッコメタミューズってあんまり自分で言わなかったのね。だからなんか自分の中でもなんかゾックを広めるっていうつもりでゾックに入ったから、なんかメタミューズってそれもなんか広められきれなかったなとは思う、自分でも。ゾックの方が広めることに頑張れてた。まあもやっとしてるかも、まあ言われてみたらみたいな。その1年別にもやっとして活動したつもりはないけど、まあ、ゾックに戻るよって言われてみたら、まあ、確かにゾックの方がしっくりきてるなと思った。まあでもやっぱライブ好きだからライブしたいし、なんかもっとやっぱ名前を広げたいなと思う。なんかやっぱライブハウスでライブすると、ライブハウスっていいなってめっちゃ思うの。でもでっかいとこでライブしてもやっぱでっかいとこっていいなって思うね。だからやっぱ両方違う要素があるから両方やりたい。でかすぎるとこでもやってるんですけど、動画とかあんなんとかでもやっぱ楽しいっていうか、てかね、楽、武道館でライブするのってめっちゃ。あ、そう。そう、移動で歩いたりしてるから楽。だから踊んなきゃいけないところ移動で歩いたりしてるから楽。広いからさ、うん、こう手振りながら歩く時間とかもさ半分ぐらいあるじゃん。それで間持ちしますもんね。だからもう楽楽っていうからね、楽しいジェイジェイ言いながらライブするのもめっちゃライブで楽しいし、なんかそうやって余裕を持ってこうみんなと手振ったりとかできるのも楽しいから、両方やるのがいいんじゃないかなって思う。そこでそういうグループになってったら、そう両方やれたら最高。4人でライブしてた時はどうでしたか？楽しかった。ミュウの方が、なんだろう。なんか、ちょっと、元気系のイメージだった、自分の中で。実際わかんないけど。自分の中では元気系のイメージだった。セイミュウとか、バズクサとか、もう結構元気系じゃん。だからセトリも、まあ暗い日も、暗めのダークセトリの日もあったけど、なんか結構明るめみたいな。基本的に。で、うち明るめ好きやから。しかも声出しできるようになりましたもんね。ああ、できるな。楽しかった、だから。なんかめっちゃ、よくさ、なんかフェスとかバンドライブとかさ、最近行くと、声出しできなくて辛かったよな、みたいな感じでみんな言ってるじゃん。けど、そこまで、みんなが思ってるほどは辛くなかった。だからよくバンドの、なんかフェスとか、ビバラロックとか行くと、俺たちは声出しできない期間を耐えたとかってめっちゃ言うのね。けどそんな別に語るほどは辛くなかったよって感じ。そうなんだ。そこまで熱く語るほどは辛くねえよって感じ。そっか、今あれその言葉めちゃくちゃ聞くから。うん、そう、その言葉みんなが言いすぎて、そんな辛かった？まあ確かに辛かったけど、まあでも1年ぐらいだったじゃん別に。てかまあそれはそれでまあ、人生だったうちにはそんな期間もあったのかなって。そう。別にもうありじゃねみたいな。メンバーが増えるじゃないですか。はい、それに関してはどんな感じですか？でも多分、聖子ちゃんの考えてること分かるの、なんとなく。なんか多分ニューフェイスが欲しいんだなって思って、聖子ちゃんは。だから、まあ、なんだろう、なんかやっぱ、悲しいことに、人って、やっぱ活動長く続ければ続けるほど、なんか、自分が飽きてくるのね。自分が自分に飽きてくるの結構。うちとかは。もう自分が自分に飽きちゃってるね。そうなった時にどうやって変えたらいいかって言っても環境を変えるしかないわけよ。だから聖子ちゃんはそれで、そういう意味もあって、新メンバー入れるんじゃないかなってうちは思ったけど。まあ良くも悪くも、新メンバー入れたりしたり、あと改名とかしたら環境って絶対変わっちゃうじゃん。だからまあ、もうそれだったら変えた方がいいのかなって聖子ちゃんも思ってるのかなって思った。でもうちは人見る目ないからあんまり。そんなないのよ、なんか。こう、長く付き合っていって、やっと、なんかその人となりが分かったりするタイプなんだ、結構。だから、一旦は見る目ないわけよ、結構。初見で。だからなんか、うちが前やってたグループの時も、この子めっちゃいいって思っても、すぐ辞めちゃったりとか。だからうちがいいって思った子ってすぐ辞めちゃうね、結構。そう。だから見る目ないんだなって思ってたの。だからあんまりオーディションの時は言わないようにしてんの。この子がいいとか、この子嫌だとか、あんまり言わないようにしてて、自信がないから自分の目に。だから、入ってから、もうなんかあれだよね、もう。運だよね、もう。なるほど。でもなんかうちは、こう、人が少なければ少ないほど嫌なんだよ。そう、だから、大人数で踊るのが好きなのね、結構。大人数の方が好きなの、うちは。その、スローパートとかあるじゃないですか、ね。うん。あ、スローパートはもちろん、もらったら嬉しいし、好きだけど、大人数が好きなのね。なんか、みんなが自分を見てるのがあんま好きなの。だから、ソロコーナーとかも、超無理なんだよ、うちは結構。そうなのね、無理いらない。ちょっと苦手なの。苦手。できればない方がいい。あ、そうなの？やりたくない。だから生誕とかも一人で歌うとかは絶対にやらないし、なんか緊張しちゃうからやりたくないの。そう、うちやりたくないの、一人のコーナー。そうなんだ。そう、だからいっぱいいたらいた方が楽しい。そういう意味では、もう10人とかでバーって。そう、いっぱいいてみんながこう可愛く前で踊ってて、なんかこう、普通に踊ってんな、好き。一人が嫌いって意外ですね。意外え好きじゃない。それはソロパートあると結構頑張らなきゃって気持ちと絶望の気持ちがある。みんなとやりたいの。そうなんだ。そう。やっぱりいい仲間に巡り合えるといいですね。そうです。まあでも、ね。なるようになる。今まで解明した経験は前のグループでもあったんですけど、戻ったことはなかったので、でも私個人的にゾックって名前すごい好きだったし、ゾックに入りたいと思って入ったグループ。で、自分が入ってからメタミューズになったんで、あ、そうだ、私ゾックに入りたかったんだっていうのを思い出しました。ゾックからメタミューズになって、変わってから変わったこととかあるんですか？なんか気持ち的にとか。どうなんだろう。でもテーマに、偶像崇拝じゃなくて実像崇拝っていうのを言われてたこともあったんで、なんか気持ち的には、なんかこう世の中に、SNS とかで実際に会ってない人とかになんか言われても、ライブ見てもらえば納得してもらえるっていう自信？なんかどこかお守りみたいな気持ちにメタミューズっていう名前とコンセプトがなってる部分はありました。この1年でミューの方、ミューのメンバーだけだと100何本やったみたいなのを、いろいろ細かいのも含めてだと思うんですけど、そうファンの人が書いてて知りました。100何本はやっていく上で進化してったら自分たちっていうのは感じますか？感じました。最初は、聖子ちゃんとリコ抜きのライブをやった時に、不安すぎて、初めての時、涙が、なぜかわかんないけど、止まらないみたいな、終わった後に。できなかった悔しさと、聖子ちゃんがなんか見に来てくれてた安心とで、涙が溢れるぐらい多分自信がない、なんかギリギリの状態で立ってたんですけど、最後の方、このミューツアー、ミューマッパツアーとかの最後の方は、メタミューズミューっていう自分たちにも自信が持てるようになってたし、体力が、年齢はどんどん重なってってるのに、体力が圧倒的につきました。聖子ちゃんが求めてくださることのレベルも、なんか格段に上がってる気がしたんで、なんかそれについていくためには、結構個人練習とかも、なんかそんなにストイックにやるタイプじゃなかったんですけど、もともとは。やらないと、ちょっと追いつかないな、みたいな部分があったんで、結構体力作ることとか、減量とかを考えました、めっちゃ。ダンスとかがハードな動きも増えてるっていうこともあるんですか？ダンスのハードな動きも増えてたし、6人でやってたものを4人にしたら、まあ普段の歌割りプラスで、聖子ちゃんの分とかも入ってくるので、まあシンプルになんか一人一人のやることが増えたこともあって、息が続かないとかも、そのままの自分だったらあったんですけど、結構シンプルになんかランニングとかしました。歌いながら。今までは、いいとこでもあり悪いとこでもあるんですけど、それなりになんか、ずば抜けてできないけど、できないこともないみたいなラインにいたんで、でもそういう自分を変えたいっていうのは結構メタミューズになってから強くなりました。4人と6人でやるときは、なんか、変えてることとかあるんですか？そうですね。でも6人のときは、やっぱ、聖子ちゃんが引っ張ってってくれる感じがあるので、なんか、それを支えようってよりは、聖子ちゃんが結構作ってくれてる空気の中で、今日は聖子ちゃんこういう、気分だなとかこういうモードだなを感じ取って自分もなんかそこに合わせた自分で行くのが結構6人のライブって感じで、4人の時は結構4人が同じぐらいのバランスで支え合って頑張るけど、カレンちゃんが結構背負いすぎる部分がきっとあるから、さりげなく支えれるように冷静にいようとか、なんか結構心持ち違います。へえ、背負いすぎるって、まあそのなんかでも、シンプルになんかこう、性格的にも、任されるもの的にも、リーダーっぽい立ち位置が、カレンちゃんは多いし、まあ、それこそ初期メンバーだし、聖子ちゃんがいない分頑張らなきゃ、みたいな思いが、すごい強くて、ぐって、構えちゃうタイプ。だなって思うので、なんかそれで周りが見えなくならないように、冷静にいます。じゃあまあ、私らしいメンバーが入るかもしれないっていう感じですけど、どんな心持ちですか？そうですね。なんか別に、今の6人でやりたいみたいな、入ってほしくないみたいな思いは特にないっていうか、うんうん、なんかもう、自分の将来を考えてた、なんか人生的な。なので、なんか人が増えたり名前が変わって変化があるっていうことが、なんか続いていくっていうことでもあるじゃないですか。まあ、続けたいみたいな聖子ちゃんもそう思ってくれてるのかなって、うちらのグループを。って思ってくれてるんだろうなって感じ取れたことがなんか嬉しかったです。終わらせにかかってないみたいな。ああ、なるほど。解散とかしちゃったらどうしようって結構常に頭にあって、なんかやりたいことが本当に今のグループしかないから、グループを辞めて一人でこうなっていきたいみたいなのが結構ないタイプなんで、あ、続いていくんだなみたいな、そのために人を増やすっていう考えが生まれたのかって思うと、ちょっとなんか嬉しい。昔から、なんて言うんだろうな、前のグループにいる時も、別にみんな辞める気はなくても次は何になりたいみたいなのがありながら結構活動してる子が多いんですけど、結構私ってなんかアイドル以外にあんまりやりたいことなくって、前のグループ辞める時ももうやりたいことないなって思ってたけど、聖子ちゃんがアイドル作ったからやりたいことできたって思って、また今、こうやってできてるんですけど、本当に今も、聖子ちゃんが作った曲を歌うグループにいたいっていうことが一番のやりたいことだから、なんかこれがなかったら、本当にやることないなっていう意味ですね。だから年々、まあ年齢的には逆に、この次にやること考えなくてもいいかなっていう年齢では逆にある。っていうんですかね。もう死ぬか。そうですかね。なんかまあ平凡に生きてれば、シンプル、寿命来るかなみたいな。まあ、10代とかってもっと焦ってるかもです、逆に。そういう意味では気楽。あ、そうです。なるほど。ゾックになってから、こういう風になってきたりとか、ありますか？なんかこんなグループになってきたらな、みたいな。そうですね。名前が変わって、どこまでグループのイメージが変わっていくかは、私たちもまだ曲とかもわかんないから、ほんと未知数なんですけど、なんか、名前を戻すグループってマジでいないじゃないですか。でもなんかそれが私かっこいいなって思って、大人とか、なんか、すごい年齢が上の人とかって、一回決めちゃったからみたいな感じで、本当は戻したいなって思っても、意地になって戻してない人とかもいるかもなって思うけど、聖子ちゃんはなんか、やっぱゾックだって思ったらすぐ変えるって決断をしたところがかっこいいなって思ったんで、なんか、ゾックになって何したいってよりは、その聖子ちゃんのその時やりたいこと、こうしたい、こうしたらもっと良くなるみたいな、聖子ちゃんが描いたものに、もう迷いなくついていけるような、底力をつけておきたいっていうのがあります。でもライブやっぱいっぱいやりたいですね。今まで自分がグループにいた中で、いろいろあったけど、このメンバーでもう一回頑張りますってなったことはないじゃないですか、多分。メタミューズもゾックも。人を入れるとかいう感じで立って直してきたっていうか、それで繋いできた感じなんで、今の6人で名前も変わって、6人のまま新しい姿を見せるみたいなことをやってみたさはあるんですけど、まあ、新メンバーが入って、もっとゾックが広がっていく結果になるための増員なら、まあ、そっちの方がいいのかな、みたいな。とにかく、ライブはいっぱいやったんですけど、まあなんか、ライブの規模は広がってはないっていうんですかね。大きいところでやってみたいなって思うし、なんか別にバズりたいとか、売れたいってわけじゃないんですけど、やっぱ大きいところでライブできるようになったら、もっとできることも広がるのかなって意味では、ライブの会場は大きいところでも、なんか、満員になるようになってみたいなっていうのはあります。自分がめっちゃ人のライブを気になったらすぐ行くから、そう思って買ってくれる人がもっと増えるような活動、なんかそのライブの増員につながる活動がしたいですね。あ、いいですね。それ前向きでね。でもどんな子に入ってほしいとか別にないんですか？でも、歌が好きな子。なんか本当好きじゃなかったら上手にならないっていうか。でも今が未経験とかで例えば全然できなくても、好きって気持ちがあったらどんどん上手になるかなって思うから。歌が好きな子がいいです。聖子ちゃんの歌が好きな子みたいな。率直ですと、ゾックっていうふうに名前が変わってる。だってどんな気分というか。でも率直にその変わりますって聞いた時はすごい嬉しかったですし、なんか特にメンバーのにっちゃんとかもすごい喜んでて、なんかゾックに変わることはもちろん嬉しいけど、そうやってなんかまたメンバーが嬉しそうにしてるのとかを見て、より嬉しいなって思いました。すごい。なるほどね。この1年どうですか？やってみて。でも、この1年は、まあ、6人でも4人でも、あとマパちゃんでもツアーをすごいたくさんやらせてもらって、なんかメタミューズとして、なんかすごいライブをたくさんやって力をつけれたなって1年だったんで、なんかメタミューズがちょっと浸透してきたんじゃないかなってぐらいにまた名前が変わるんですけど、でもメタミューズで、まあ、この6人、今の6人でやってきたことを、ゾックになっても、なんか、なんていうの、持っていけたらいいなって思います。もうアイドルになってから丸2年経ったって感じですか？はい。経ちました。ファミリーね、同じ呪いね。だからって光を諦めない。自分の中でなんか変化とか感じますか？変化、明るくなりました。なんか最初の頃はやっぱりめっちゃ緊張とかも毎日してたし、慣れないことばっかで、なんかあんまり明るい自分ではないなみたいな感じだったんですけど、だんだんメンバーとのなんて距離も近づいて、めっちゃここ1年ぐらいでなんかすごい。楽しく、なんか、より素の自分に慣れてる気がします。最初の頃より。歌とかパフォーマンスの方ではどうですか？でも、最初の頃よりも、なんか、それこそミュー ?4 人体制になった時に、聖子ちゃんが歌ってた歌割りを、なんか任せてもらえることも増えたりして、なんか、最初の頃はなんかソロとかやる時も歌詞を覚えるのに必死だったりとか、なんか歌うことに必死で振りができなかったりとかしたんですけど、なんかミューツアーのファイナルの「ヒアルロンリーガール」を一人でやった時に、なんか個人的に歌も踊りも、まあ 100% ではないけど最初の頃よりもどっちもなんていうのできるようになったんじゃないかなってそこで思いました。一人で練習したりとかすごいもあるんですか？めっちゃします。家でなんか大きい窓とかあるじゃないですか、ベランダ出る系の窓。そこをシャッター閉めると鏡みたいになるんですよ。だからそれでやってます。家で、家に鏡大きいのないので窓でやってます。もう東京暮らしも慣れましたか？めっちゃ慣れました。愛知から来ました。ですよね。もう電車とか結構言えるようになりました。線とかなんちゃら線とかなんちゃら線とか最初は何これって思ってたけど、今は色とかも分かるようになりました。色？なんか半蔵門だったら紫とか、田園都市だったら緑とか、めっちゃ詳しくなりました。新しいメンバーに入るっていう、初めての体験じゃないですか？はい、初めての体験です。なんかからめっちゃ考えます。なんか自分より年下の子だったらこんな感じかなとか、自分より上の方が入ってきたら自分はどういようとかめっちゃ考えたりします。上だったらどういう風にしたいんですか？上だったらなんかためな感じで来てほしいです。逆になんか年齢上なのに敬語みたいな感じだと変な感じするから。あ、ちょっとやりづらさもあるし。のどかみたいな感じで来てほしいです。同い年だったら。同い年がなんか一番自分的にどうしようってなります。わかんないけど、今入ってくる同い年の子だったら絶対なんて言うんだろう。高校生ちゃんと3年間 JK してる子が入ってくるじゃないですか。だから、差を感じそうです。そうか。よく悪くも結構ツアーとか終わってるし。そうです。あんま学生っぽい経験ができてないから、運動会とか行ってたらどうしようみたいな。そうか、運動会あんま行ってないですか？行ってないです。なんか文化祭も気づいたら終わってました。下だったらちょっと年齢もそうだし、普通の歴もそうだから先輩やりやすいですもんね。逆にやりやすいです。でも自分なんか年上の人と話してる方が多分話しやすいんですよ。今もそうだけどメンバーもみんな年上だし、関わるスタッフの方とかもみんな年上なので、だから年上の人が入ってきたら、まあやりやすいかなみたいな。なるほど。でも下の子でも、なんか下の子だったら逆に友達みたいになりたいです。なるほどね。曲はどうでしたか？やってって。曲。メタミューズで合計6曲ぐらいですか？はいはい。私結構メタミューズになってから出た曲も全部結構好きで、でもなんかいい意味でゾックとはまた全然違う感じの曲が多かったりとか、メタメメントとかそれこそ、なんか今まで聴いたことも、もちろんやったこともないような曲だったので、なんかグループとしてもなんか、なんていうんだろう、新境地っていうんですかになったと思うし、そういうのもできる上で、なんか普段の可愛いアイドルみたいな曲ももちろんできるし、なんかすごい、幅の広いグループになれた気がして、私はすごい嬉しかったです。メタメメントなんてなんか、ちょっとやるのなんか大変、あれなんか噛み砕くの時間かかるんですよ。そうですね。まずもうなんか、レコーディングまでもすごいドキドキしてました、ずっと。でもなんかだからこそメタミューズ、なんか成長できた気がします。なんかそんな、ああいう曲を歌ってるアイドルって絶対いないじゃないですか。だからすごい嬉しかったです。ファンの人たちとのなんか距離感みたいなのなんか変わってきましたか？この1年。変わりました。でも最初の方はずっとなんかファンの人にも敬語だったんですよ。だけど最近はタメ語です。しかもそれこそここ1年ぐらいでパーテーション特典会のなんていうんですか、壁もなくなったりして、より最近はファンの人のことをすごい近くに感じれてる気がします。あとは、声出しとかも OK になりましたね。はい。途中から。そうなんですよ。そういうライブを逆にしたことなかったですね。なかったです。だから最初の頃なんか笑っちゃいました。ライブ中。なんか、わあ、これが、こういう感じなんだ、みたいな。今は慣れたんですけど。客席の方が歌うんだよな。なんかすごい運動会みたいにって思って。どういう風にグループがなっていったらいいとかっていうのはありますか、個人的に。でも、そうですね。ゾックっていう名前の方がやっぱりどうしてもメタミューズよりもすごいたくさんの人に知ってもらって、得てると思うので、なんかせっかくゾックに変わる時だし、新メンバーが入るかもしれないし、なんかすごいチャンスだなって思ってるので、今が。だから、このなんかせっかく注目してもらえると思うので、ゾックに変わる時また、なんかその時に爪痕を残せるようになりたいです。爪痕残して、ゾックとしてもっともっと、まあ昔のゾッククもありますけど、なんかもっと飛躍できたらいいなって思います。名前が戻る、私名前が変わる時も、メタミューズに変わる時もそうだったんですけど、あんまり気にならないっていうか、誰かがいなくなるわけでも、聖子ちゃんが曲を作らなくなるわけでも、私が不良作らなくなるわけでもないって、別に本質変わらないから、名前が変わったところでとかっていう方が先に来ちゃって、ただ聖子ちゃんが変えようかなってこう連絡が来た時に、まあ、ちょっとタイミング的にこう、まあ、いろいろあったから、あ、まあ、だよねとは思いました。変えたくなるよな、そりゃ戻したくなるよな、だって変えた意味ないもんなみたいなまあでもあと、まあなんだかんだ、まあ個人的にはそう、メタミューズもすごく定着して、そのファンの皆さんもメタミューズ新規一点新たな気持ちで、やっぱね、ゾックザファイナルとかもね、いっぱいお客さん来てくれたぐらいだから、みんな新しい歴史をまたここから作り上げていくんだぞっていう気持ちで応援してくれたお客さんにはちょっとごめんって思うけど、でもやっぱりなんだかんだゾックの名前の方が浸透してるなーっていうのもフェスとかに出ればすごい感じてたから、まあそういう意味でもコロコロ変えるなよってもしかしたら思う人もいるんだろうけど、私は別に変えていいんじゃない、戻していいんじゃないっていう感じで、シンプルに。私多分頭おかしいのかな、頭おかしいのかもしれないんですけど、あんまりそういうことになんか、なんでそんなコロコロ変えやがってとか、なんか何がしたいのか分からないとかでこう、あんまり怒る人の気持ちがちょっとあんまり分からなくて、振り回してごめんなさいとは思うけど、別に何かが劇的にすごいこう、ね、変わっちゃうわけじゃない。やってることは常に一緒じゃないですか。ステージでこう生き様を見せて、嘘も何もない自分たち生きてきたものを全部さらけ出して、聖子ちゃんの歌と私の振りを頑張ってみんながやる。それでみんなお客さんに希望なのか夢なのか分かんない、一緒に何をしていくのか分からないですけど、そういうことをやり続けるだけだから、私はあんまりそんな。振り付けはなんか別にこういうグループだからとかではなく、曲ごとに作るからあんまり。そうですね、そうですね。まあでもメンバーによっては変えますけどね。例えばマッパにつける曲も、まあでも曲も聖子ちゃんやっぱり、まあゾックメタミューズに書く曲とマッパの曲全然違うから、でもそれはきっとメンバーも全然違うからだし。まあゾックだったら別に変わんないかな。とにかく、まあ、あまりにもバラバラなんで、魅力も個性も、あと合わせることが本当にできないから、全員私も含めて、だからそこをこうどこまで成立して、どこまで その状態でよく見せるかをとにかく考えてずっと振り作り続けてるから、それもきっと変わらないし、っていう感じ。リコさん的にこのメタミューズこの1年やあった曲の中で、あ、この振り付けちょっと自分的には新しいこと調整してたなみたいなのがあるんですか？あ、でも結構全体的に新しいんじゃない？ハッピーエンドとか割と考えた難しかったかな、ハッピーエンド。メタメメントとかは全然簡単なんですけど、ああいうなんていうか難しいというか、あ、そうね、一般的にはこう難解だなっていうものの方が私は簡単で、分かりやすくポップでキャッチーなものの方がうまく作らないと、なんかなんていうのかな、つまらないものになっちゃうなっていう風にすごい思って作ってるんで、すごい。とにかくあと乙女の心臓は私すっごいちょっと難しくて、選曲も難しいって言ってたから、多分あれは難しい曲だったなと思う。あれの難しさってどういうことなんですか？すごくシンプルですよね。無駄なものがなさすぎて、まっすぐすぎて、なんかいい曲をいい曲ですってしてないそこが多分すごい難しかった。なんか振りもいい曲だからいい曲な振りをするみたいな、こうエモいみたいな、分かりやすくエモい、まあ、江戸毛とかは特にそう、カッティングエッジとかはそう、分かりやすくいい、この子をこういう風に立ててこういうストーリーを作りますっていう曲じゃなかったんですよね。乙女の心臓すごい難しかったんですよ。なんか小細工できないから、うん、小細工できないのって難しくないですか？やっぱシンプルなものって難しいですよね。うん、何でもご飯でもそうですよね。味付けをすごい濃くしてなんとなくこうごまかして、うん、辛いものとかだったら辛いで終わらせられるけど、すごい薄味ですごく美味しい京都の懐石とかの方がきっと難しいじゃないですか。うんそういう気持ち、難しい気持ちであの曲を作ってるんですね。難しいの来たらと思って聖子ちゃんに言ったもん、あの時難しいねこれとか言って、多分聖子ちゃんとなんと共通認識でこうイノセンスのもっとこうわざとらしくしなかったこうエモさとか分かりやすいエモさみたいなものを全部過ぎ取った感じっていうイメージなんで、でも私でも思い返せばイノセンスの振り付けも作るの難しかったんですよ。そう、あそこら辺が難しいんだと思う。ティファニーとかメタメメントとかそういうのは全然平気なんですけどね。何なんでしょうね。何なんでしょうね。でもまあその点やっぱ可愛いのとかも私は結構やっぱ責任感じますね。私ヒアルロンリーガールがあんなに振り付けがあんなにみんなに可愛い可愛いって言われるって思ってなくて、あれ最速で作った振りなんです。そうで全然あんな感じと思ってパンって作った振りが可愛いみたいな感じで、なんか海外でもまあねロリータ着てたからっていうのもあるかもしれないけれど、普段のこと踊ってみたとか結構出て、オタクもみんな可愛い可愛いってやって、あれがあんなに可愛いって思ってもらえると思ってなくてやっぱチュープリとかヒアルのことがこうよぎって可愛い曲が来ると。なんかあれよりも可愛くしたいんだけど、あれよりも簡単にしたくないし、なんか成長してる感を出したくてどうしても。だからなんかいちご完全犯罪っていうのが出たじゃないですか、メタミューズのマッパで。だからあれ自分で勝手に裏テーマで、ヒアルの延長なんだけど、ヒアルの時より全然難しくしたいっていうのがすごいあったんですよね。もうなんかヒアルの時じゃないよもうみたいな、あの感じ、あの時よりも全然みんなスキルアップしてもっと難しいこともできるけど可愛いです。可愛いこと可愛いままでちゃんと生きてるし、でもちゃんと私たちは生きてるステージどん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 登っていってるんだよっていうのを見せたくて作ったらすっごい難しくなっちゃったんですけど難しくなっちゃったちょっと。すごいっすね、やっぱ。そっか、でも、難しくすれば、いい振り付けっていうわけでもないっていうことですか？そうですね。なんか多分、案外難しく見えてなかったりするかもしれない。イチゴはちょっと難しいですね。リズムの取り方とか、細かさとかが難しい。なんか、詰め込み方とかをちょっと、複雑にしちゃったなって思いながら。でも、それが難しく見えてないんだとしたら、それは正しいですね。難しいことしてんなーなんて見えるエンターテインメントなんてクソじゃないですかきっと難しいことを難しいことしてるこの人たちなんていうふうには私は見られたくないからっていう。ここからじゃあ7人になる、そういうふうになってきたとかなりますかね、ビジョンというか。今回このオーディションをやろうっていう風になった時に、まあ人間こう停滞するのが一番良くないから、どんな状況もやっぱ安定してても平和でもその場所にずっと居続けるのって怠惰なことだなと思うから、なんかそうならないといいんじゃないですかね。きっと一人新しい人が入ってきて、やっぱりすごく6人今すごくこうやっぱりハマってる感があって、安心してパフォーマンスもできるし、みんながみんなそれぞれ自分がどういうこうポジションでどういうことをすべきかっていうのを理解した上でいいライブができるようにきっとなっていると思うんですけど、やっぱねぬるま湯に浸っちゃうのは良くないから、やっぱ新しい方が入ってもらって、そしたらまた絶対ちょっともしかしたらバランスが崩れることもあるかもしれないし、何かとかってなることもあるかもしれないけど、そうしながらここでこういるものをこういう風になっていけたらいいのかなって思いますけどね。変化は進化なんじゃないですかね。きっと楽しみですよ、うん、でもなんか東京ピンク全体がそうなったらいいですけどね。そうだって今ね、リコさんボーイズって言い方が正しいのか分かるんですけど、まあ、男性の筋肉持ったりとかそうなんです。世代の人たちのそうなんですよ。ボーイズに参加してますよ。そうなんかやっぱり自分の体と違うからすごく魅力的に見える、うん、自分とは違うそう道具を持った人たちに対してこう振りを作ったりとか、その人たちのパフォーマンスを見るのがすごい楽しいオーディション中ですけど今。かけ3になりますもんね、振り付けしなきゃいけないぐらい。そうそうそういや嬉しい、仕事があるのはありがたいことです楽しみ、振り作るのは楽しいんで。うん、そうだって確かに今まで思いついてもやるのやめとこうってなったことをそれしなくていいってことですもんね。あ、そう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 、やっぱり女の子ってやっぱ体力部分でも特にやっぱマンパとか4人だったから、やっぱ4人であの聖子ちゃんのやっぱ難しい曲を歌いながら踊るってすごい大変だから、結構気を使って作ってた部分があったんですよ。やっぱこれちょっと大変かなとか、メタメは6人いたからこうなんとかね、まあ、ぴょんぴょん跳ねさせてもギリ大丈夫。歌割りもそんなガンガン来ることもある当たり前の方だから、だからマッパはそれが大変だったけどね。男性の方とか体が強い方がだったらもう全然気にせず何でもやってるのかなと思ってね、ガンガン床とか転がらせちゃったりとかできるから楽しいですけど。いつからゾックに戻るんでしょうか。戻るどういう意味ですか。は、まあ、戻る。ゾックっていうグループがあって、メタミューズに避難して、はい、もう一回ゾック、もう自分たちが立て直ったから、もう一回もゾックとして戦いを始めるっていう気持ち。わかります11月11日からゾックとして活動し、結構、ゾックっていうのが、まあ、自分が作ったすごいパワーを持った拠点みたいなイメージだったから、結構それをやっていく中でステージに立つことにおいてのみだけど、自分やメンバーとか今いるメンバーとかは結構もう肝も座ってるし、こう器も持ち合わせているつもりだから平気だけど、そうじゃない人まで巻き込んじゃう。でその人が削られていっちゃってることってもしかしてあるのかなとか、なんかまあシンプルに周りがなくなっちゃったりとか、そういうことがいっぱいあって、なんか結構勝手に気持ち的に呪われてるみたいな気持ちになって、で結構なんだろう、ゾックっていうものに、祈りに似た呪いみたいな執着みたいな気持ちをいろんな人が持ってるっていうこともまあ感じてたし、一回これはしまった方がいいんじゃないかみたいな。おしまいした方がいろんな人のために、いろんな人が前向けるんじゃないかみたいな気持ちがめちゃくちゃあって、一回メタミューズっていうなんかシェルターを作ったみたいな気持ちです。自分自身も結構ゾックの武道館まであたりがもう本当に病気になっちゃって、結構病気になっちゃって、で、その病気のまんま活動してたから、なんか私だけ全部別行動だったんですよ、なんか自腹で。なんか、それも、やっぱりグループ活動っていうのをちゃんとしてきた上にしていきたい、まあ、マロとかと、それが原因で喧嘩したりとか、で、その喧嘩の音源が流出して、パワハラっていう風に炎上するように、その音源が使われたりだとか、まあ、そう思われる部分は自分であったししょうがないなって思ってる反省もしてるけど、もう普通に病気になっちゃったから、なんか、まあしょうがないっていうのは、ふうには思ってないけど、一回もうしまわなきゃっていう気持ちはもうそれですごくあって、だってそれで、なんだろう、音楽やめればいいじゃんとか、活動やめればいいじゃんって言ったら、もうそう、私の中では、死を意味してしまうじゃないですか。でもどうしてもゾックとかやってるときは、あ、今日も自殺しようかな、どうしようかな、みたいな気持ちで生きてただけだったから、本当に。なんか自分の尊厳みたいなのがやっぱなかったなって思ってたから、まあ感じちゃってただけかもしれないけど、そんなことはなかったのかもしれないけど、きついなーって思ってるのもあって、まあ自分がこれで耐え忍んだところで、自分の音楽を大事に思ってる人は苦しいことには変わりないから、私が自分で言うのもなんですけど、私の才能ってすごい輝かしく魅力のあるものじゃないですか。それを、なんかそれが私じゃないとしても、そこに魅力を感じてる人たちが、なんだろう、ちょっと、お宝巡っておかしいことになるみたいなのは、なんだろう、漫画っぽい話でありそうっていうか、そういうこともあんのかなとか思ったりとかして、一回もうおしまいしたかったんです、とにかく。でも、もう平和に活動したい。もう楽曲を大事にしてくれる人たちと、平和にただライブがしてっていうのをやっていけたらいいなって思って、メタミューズになったんですよ。で、すごい平和になったんですよ。もうみんなが。お客さんもメンバーもすごいお互いを尊重し合って、こういう人だからこういうところはかっこいいよねっていうのを認め合って活動できて、で「ハッピーエンド延長戦」っていう曲次出したんですけど、なんか私ハッピーエンドすごい嫌いで。人生がずっと、まあ、生まれて死ぬのが人生じゃないですか。の一点を勝手に終わりにされて、それが今後ずっと続きますのような錯覚って嘘じゃないですか。だからハッピーエンドってここを人生のなんか最高潮か、一応の帰結かなんか知らないけど、なんかそういうのを勝手に決められる感覚がすごい嫌で、なかなかそういう映画があんま見れないんですけど、そう考えたときに私ずっとハッピーエンドの中にいるなって曲作りながら、やっぱ現状が勝手に曲に現れて曲作りながら思っちゃったっていうか、ですっごい幸せだけど、でってなっちゃって、メタミューズやりながら。超幸せ。もう本当にみんなが曲を大事にしてくれて、練習もしてきてくれて、楽しく旅行みたいに全国回れて、楽しいライブもできて。ハッピーでってなっちゃったんだよね。それ、平和すぎて、物足りないっていう感じですか？もう本当に、届いていくべき人に届ける活動では、まあ、してるつもりではいるけど、まあ、あまりにも平和ボケすぎると、そこに向けて活動することがなんか足りてないんじゃないかとか、ゾックって、ゲーム用語から作ってて、支配領域ってゾーンオブコントロールから文字ってゾーンアウトオブコントロールっていうのがゾックだったんですよ。ゾーンオブコントロールじゃなくて。だから、ゾックの意味は支配領域じゃなくって、そこに属せない孤独を孤立させないことを目標にしようって言って組んだんですけど、結局、まあ自分のソロの活動も一緒ですけど、なんか芸術ってまだ形とか色とか音になってないものをそうすることによって可視化したりとか、こうだったんだって自分と向き合えるきっかけになるのが芸術だと思ってるから、そういうものを作って届けていくっていうのが自分の活動の資本なんですよね。って時に隠居してる気持ちだった。隠居？隠居して。まあもちろんその時になんか高め合ってるし、今できる精一杯のパフォーマンスの中でのやりとりとか、そういうのはめちゃめちゃみんなやってたけど、それがもうできていけばいくほどなんか、ここで幸せでよかったねみたいな、なんだろう、完結して隠居が完成していくみたいな気持ちになっていて、でなんかそんなに世間から頑張って名前を隠して、守りたいものを一生懸命守ってるつもりでも、そんなに守られるもので、隠しても隠しても守られるものじゃないじゃないですか、私の輝きって。曲とかね。私がやってきたこととかって、意外にちゃんとやってきたことあるつもりだから、なんか日本の女の子のカルチャーに対して。もっと自由に生きていけるようにやってきたつもりだし、なんだろう、メンヘラがメンヘラってカテゴライズされないように一生懸命やってきたつもりだから、なんだろう、そういうのを、なんかもっと堂々と戦っていいぐらいみんながまた強くなれたなっていう気持ち、かなぁ。なんかその、メタミューズやっってるのにしっくりこなくなっていった。そういえば曲作るとき気持ち変わるんですか？メタミューズで作るときとゾックでって。違います。もう世の中に対して何が足りないかとかをずっと考えてたから、ゾックは、こういう気持ちがあれば世の中の、何かに虐げられている、気持ち的に女の子が強く生きていけるかなとか、そういう曲を書いてたから、そんな気持ちでは書いてなかったかな、メタミューズは。ゾックの曲はもう思い浮かぶとかでも書かなきゃみたいな、重いなみたいな気持ちで書いてた。じゃあずっと宿題が溜まってる感じですか？世に求められてるものに答えをちゃんと出さなきゃみたいな気持ちでゾックの曲は書いてた。て、そこから解放されたみたいな気持ちも大きかったそう、それを書いたところでなんかもっとバズるのがいいですって一言で終わっちゃったりとかすることが結構ゾックはあったから疲れた伸び伸び作れたなっていう感じですかね。伸び伸びは作れた。疲れとか、なんかその。もう本当に、それこそ生乳とか、バズりすぎて草とか、その前説アドバンスからできたユニットから作ったりとか、その本当ライブで楽しくなるようにとか、声出しが解禁になったから、こうやって楽しめるようにとか、今私たちがやっていることの楽しさをそのまま曲にしよう。で、ハッピーエンドエッジ路線だったりとか、やりたい音楽、音、で発注したりとか。この、大体なんか、いつもこういう主題があるから、こういう音である必要がありますっていう風な編曲の作り方になってるけど、もうこういう音楽がやってみたいです、みたいな。ちょっとフューチャーファンクやってみたいです。とかでオファーしたりとか、普通に音楽的な楽しい活動ができた。そうか、そのシーズンを終わらせるってことなんですね。そう、でも、ゾックでいたかったんだなっていうのは、その、感じてたから、その中、メンバー、初期のメンバーとか、まあ、その、ゾックをおしまいして、メタミューズをやって、その、ゾックもメタミューズも内包したゾックだと、また意味が違ってくると思うから、また違う戦いに行けるから、ちゃんとこう外側を向いてやっていかなきゃいけないなっていう決意みたいな感じ。なるほど。で、もう本当に、そのコントロールできなかったんですよ。しようともしてなかったし、歌いたくないって、そうですかっていうだけだったから、しようともしてなかったから、なんかそれでいいやって思ってたんだけど、でもみんなもう、なんかステージで歌うことに対して本当になんか気持ちを持ってきてくれるっていうか、そのメンバーをコントロールしようとは思ってないけど、そのみんなが気持ちを同じ方向にコントロールできるから、本当の意味でなんかゾーンオブコントロールっていうか、ちゃんと自分たちの表現を自分たちで責任持って、自分の持ち合わせられる自由って結構限りあると思うんですよ。無限じゃない。自由って何でもできるってことじゃなくて、自分を把握して自分がこれならできるっていう適した道を選んで突き進むことが自由だと思ってるから、それってなんかゾーンオブコントロールなんか無限じゃなくて、なんかこう、シューティングゲームの的に近いイメージがあるんですよ、自分の中で。自由って。っていうイメージのゾック。今、新しいオーディションやってるじゃないですか。やってます、やってます。そこからもしだったらメンバー入るかもしれない。かもしれないですね。オーディションは、まずマッパーっていうグループが、今の現状よりももっとこう、音楽を伝えていけるような、編成になればいいなっていうのがまず第一にあって、で、第二に、リコちゃんと私が、やっぱり自分の体だと、女の体じゃないですか。で、背もちっちゃい方だし、やっぱ憧れるんですよ。足が長かったり、手が長かったり、扱えないキー、レンジが出たり、自分と違う声質とか体力とか、そういうものも自分の作品として、なんか、ややってみたいなみたいな気持ち扱ってプロデュースしたりとか、リコちゃんだったら振り付けしたりとか、なんかできる自信はあるから、そういうのもやってみたいっていう、そのクリエイターとしての、なんか探求心みたいなので、新ユニット作りたいなっていう。でも私が歌えるのってやっぱ乙女心だと思うから、結局それに集まってくださるのってそういう乙女心を持ち合わせている、まあ男性なり、男性じゃないなり、もうジェンダー問わずで、とらわれず来てくださって、でもなんか、会いたい人が来てくれたなって思って超楽しいです。で、もう一つが、まあ、会社作る意味として、そのやっぱ背中見せて新しい才能を育てたいっていうのがもう根本にあるわけじゃないですか。だから今逆にそれが一番できる環境がゾック。まあ、そうだって、のどかちゃんとかね。プロになってますもんね。そう、だからあんま、だから、そこをどうにかしてもらいたいとかじゃなくて、こう、一緒に戦える女の子、それこそ、ゾックは、を探してるでいればいいなっていう感じ。ああ、そうか。うん。新しいゾックになってから、なんか、実現したいこととかあるんですか？実現したいこと？できるだけいろんな、なんだろう、実験とかするときっていろんなサンプル集まってなきゃいけないじゃないですか。いろんな女の子と気持ちが欲しいっていうか、だからずっといろんな子と接してみて、新しいものを作り続けてないといけない。私が生きてる限りって思ってるから。もう歌作り続けられればいいっちゃいいんですけど、なんで、なんか、新しいものを拒絶せずに、歌を作って、すべての女の子の気持ちを歌い切りたいっていうのが私の目標なんですけど、個人の。でもそれを拡散していくともっと、なんか、シンプルにいい国になる気がする。なんかちょっとね、思考が奴隷っぽいんで、やっぱ。奴隷って言葉もあんま使っちゃいけないっぽいんですけど、最近。一番従属している構図が反社会的でかっこいいっていう風に見えてたりとかするのが、ちょっと気に入らない。抽象的ですか、これは。あ、いいと思います。地味に、最新の曲が一番すごいこと言ってますもんね。猫の国とか言って。猫の国やばいですよね。ああいうことをやっていきたいのも一応 B 面にしてやる。あ、もう面白いですね。なんか今ネットとかが、やっぱ、なんだろう。私の高校生の時ってなんか平成ギャルみたいな、それこそ世代なんですけど、その後なんかスイーツかっこわらみたいな、ニコ生全盛期が来るのが大学時代なんですよ。ちょっと陰キャのパワーバランス、まあちょっとすごいカテゴライズですけど、陰キャのパワーバランスがでかくなってくるっていうか、その、なんだろう。イケてる体、集的で体制的なものに対してかっこ笑って言ってる、結局体制的になってる側みたいなのが生まれて、で、またそれがまた反転して、またギャルイエーみたいな感じがしばらく続いてたのが、なんか最近 X になったあたりから、また昔のそのネットの空気、すべて嘲笑文化みたいな感じに戻ってるじゃないですか。それはあんま結構嫌いじゃなくて、みんななんか苛立ってて、ギトギトしてて、最近良くないみたいな。みんなが、なんかちょっと良くない周期に入ってるみたいな人多いけど、なんか全然、ちゃんとイライラしてするぐらいちゃんと考えた方がいいと思うから、なんか今の感じそんな嫌いじゃないんで、別に終わってるものを終わってるって言って何が悪いんだろうって思っちゃうから、それをね、そのみんなに言う必要があるのかって言われたらわかんないけど、そっち側の空気になってるっていうのはあんまり、嫌いではない。ハモりそうだなとは思って、今のゾック、今のメンバーとハモりそうだなって思ってる。ずっとこのままでいようとしたら衰退しかないってやっぱ思ってるから、すっごいクオリティでずっとこのままでいようとする人っているんですかね、逆に。したらいれんのかな。でも現状維持は絶対に衰退じゃないですか。だから、どうにかしようとしてやっと現状維持。じゃん全部。なんかどうにかしようって思ってなきゃいけないんだよね、私が何言われようが。そうか。そのための新生ゾックです。なんかイメージあります。なんか、なんか5年ぐらい、ゾック始めた5年前よりも、なんか、自由っていうものへのイメージが、しっかりあります、自分の中に。東京ピンクフェスオーディション発表スペシャル11月17日恵比寿ザ・ガーデンホール18時30分スタート。ライブ中にオーディションの合格者が発表される特別公演チケット販売中。この瞬間を見逃すな。